はい、こんにちは、よろしくお願いします。ということで、かわいいぜジェリーピンクということでですね、ジェリーピンクのアートをまたまた紹介したいと思います。ジェリーピンク、クリアピンクです。めっちゃかわいいんです。はい、こんな感じですね。これを、ジェリーピンク今チップに2度塗りした状態ですね。クリアなんで、でも全然あのチップスタンド透けちゃってますけど、かわいいです。で、今もうこのクリスタルワイプレストップを塗って、今表面サラサラな状態ですね。で、ここからアートしていきますね。はい、ここからちょっとぷっくり感をつけていこうと思うんですけど、まあアートブラシですね、極細アートブラシか、もしくはアートブラシ、お好きな方を使ってください。細く描きたかったらもちろん細い方ですし、まあ普通でよければ太い方というかアートブラシ使っていただいたらいいです。私はこっちの極細の方を使いますね。これでもう未硬化がない状態ですね。さっき言ったようにここに取りまして、えいえいっていう感じで、ちょっと S 字カーブをつけながらラインを描いていきます。間開けて、これあの S 字にしてますけど別にまっすぐでもいいですよ、とか、あとあの人魚の鱗的にしてもらってもいいですし、アレンジは自由だと思います。私はちょっと斜めじゃないや、 S 字にしてみました。で、この線と線の間がちょっとあまりくっつきすぎると、あのくっつきすぎるっていうか、何ですか、隙間が狭すぎるとくっついちゃうんで、この線と線がにじんじゃうんで気をつけてください。もしくはどうしても細かく細かく入れたい場合は、もう一本線描いたら仮硬化、線描いたら仮硬化っていう感じにした方がもっと細かくラインは描けると思います。で固めます。よいしょ。まあ、何のアートだって言われるとちょっと分かんないんですけど、どんな名前がいいですかね、何アート、何アートがいいかちょっと分かんないんですけど、まあ事前に作ったのがこちら、こんな感じ、ね、爪にこうやって乗ってると可愛くないですか。やっぱクリア感がね、涼しげなんですよ。なので夏にとってもいいと思います。はい。で、もう、ちょっとキッチンペーパーですけど、コットンで拭き取ってくださいね。コットンで、もうこのままトップかけずに、このぷっくり感をね、楽しみたいんで。こんな感じです。かわいい。ガラス細工みたいな。はい。可愛いです。ぜひお試しください。ありがとうございます。